また始まってしまった日本語コンテッペって言っても、僕はこの日本語コンテッペが大好きです。新しいスタイルで頑張ってますよ。 RPG ゲームのように日本語が学べるポッドキャスト。リンゴちゃんのポッドキャスティン、スター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 ティン。フレディ・ミャンキュリーもドゥンドゥンチ、ドゥンドゥンチ、ドゥンドゥンチ。最近筋肉トレーニングを始めた日本語コンテッペイのテッペイです。1年後にはヴィン・ディーゼル、2年後にはザ・ロックになる予定ですけど、多分それはポストポン、ポストポン、ポストポン、まるで東京オリンピックのようなポストポン、ポストポン、ポストポン、どん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 延期して延期延期延期。いいじゃないですか、いつかやりましょうよオリンピック。皆さん、世界が平和になったらいつかやりましょうよオリンピック。おお、トモヤからメッセージがあった。元気ですか？いいですね。僕の少ない友達の一人、トモヤから今メッセージがあった。元気ですか？これを取り終わったら元気ですよと返すつもり。おお、レベルアップ。またこの音楽、怖いな、怖い怖い。日本語の森に入ってきてしまいました。日本語の森というウェブサイトはありますけど、それとは全然関係ない日本語コンテッペイの森ですね。皆さんよろしく、そこんとこよろしく。はあ、この森では何が起こるか誰にもわからない。もしかしたらモンスターが襲ってくるのか、はたまたその近くで川が流れていて、その川には美女たちが裸で泳いでいるのか。そんな美しい、そんななんかうれしいことは多分起こるわけがない。多分敵が出る。あ、敵が出ない。やっぱりこの敵は誰だ、この敵は誰だ。うわ、この敵はエゴです。エゴという敵が出てきた。エゴといっても英語じゃないですかね、イーゴですよ。英語で言えばイーゴ、英語でイーゴ、何を言ってるんだ俺は。英語でイーゴでもイゴイスティックなイーゴというやつですよ。僕はイーゴが大きすぎる、これはいつも言われることです。僕の奥さんからもあなたはすごくエゴイスティックだと言われる。でも僕はそれを言う。そんな僕を好きなあなたはじゃあ何なんですかと、ね、奥さんがいくら僕に何を言っても、その僕と結婚しているということがその奥さんの悪いチョイスということを認めてしまうことに。じゃああなたどうして僕と結婚したんですか。それはあなたミステイクよ。ミステイクと言ってはもう戻ることはできないんですよ。俺の囲碁に包まれてこのレストオブライフ生きてください。皆さんも僕の囲碁に包まれてこのレストオブコポッドキャスト聞いてくださいよ。うわ、レベルアップ。自分のエゴに食べられてしまいそうになった。日本語コンテッペです。危ない危ない。まあでもはっきり言ってエゴというのはそんなにね、まあエゴというと悪いけど、そのいわゆる自分ですね、セルフコンフィデンスと言ってもいいね。それは悪いことじゃない。自分自信を持っている、自分に自信を持っているという悪いことじゃない。ただね、僕はね、皆さんが思ってるほど自分に自信はないですよ。本当に。これはね、うわー、敵が出てきた。今度、自分に自信がないという僕はですね、このエゴに包まれて、もう英語じゃなくて、イゴで、もうどっちでもいい。まあ、本当に大変ですよ。皆さんは結構勘違いしている。僕が結構自分に自信があると。本当に自信がない。本当に自信がない。でも皆さんは言う。自信がないのにじゃあどうしてポッドキャストを撮ってるんですか。僕にも分からない。これは本当に分からない。僕は人前で喋ってるつもりは全くないんです。一人でこの部屋で、小さい部屋で、マイク、この安いマイク、スペインで買ったアマゾンのメイドインチャイナのわけわかんないブランドのマイクの前にファイファインと書いてます。ファイファインで、ファイファインの前で全然ファインじゃないんですよ。僕は全然ファインじゃない。もう本当に今こそ震え出してもう死んでしまいそうなぐらい。ピヨ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 、レベルアップ。ピヨピヨ言ってる間に本当にひよこが飛んできそうな勢いですけど、日本の漫画とかゲームでは気絶する、アンコンシャスになる
気絶すると頭の上でピヨピヨとひよこがくる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 回る、こういうなんかことがよくありますけど、あれ何なんですか誰が考えたんでしょう。まあ、確かに頭がぼーっとしてバタンと倒れたら、頭の上でひよこがパタ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 ピヨ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 って感じはなんとなくわかるんですけど、素晴らしいアイデアですねあれね。誰が考えたんでしょう。本当に僕は毎日ピヨピヨしてますよ。ピヨ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 、あーピヨピヨがいる、ピヨピヨ、あーこの目の前にもたくさんのひよこが踊ってますね。ひよこはかわいい、ひよこはかわいい、早く大きくなって卵を産むんです。卵を産んだらたくさん食べてやる、僕は卵が大好き。そして卵を十分産んだら焼き鳥にして食べてやる、フライドチキンにして食べてやる、ナゲットでもいいぜ、ナゲットにして冷凍保存して5年後に食べてやる。なんて僕は残酷なことを言ってるんだ。レベルダウン。また僕はたくさんのひよこじゃない、ひよこが親になったということは鳥、鶏をたくさん殺してしまった。殺すという言葉はあまり良くないから、倒すという言葉にしましょう。ゲームの中では殺すという言葉はあまり使いません。倒す、ビート、ね、僕はたくさんの鳥を倒して、それをフライドチキンにして食べた。カーネル・サンダースも僕を祝ってくれた。ほっほっほっほ、おめでとう、あなたおめでとう、日本人おめでとう、私はカーネル・サンダースです。日本だとなぜかサンタクロースのと間違われて、12月24日にはたくさんの人がカーネル・サンダース、私のチキンを食べてくれます。そして酔っ払った若者からパンツじゃない、何、ズボンを下ろされて、あのパンツ丸見えになってしまうという、それがカーネル・サンダース、日本の KFC です。気になる人は KFC カーネル・サンダースパンツ丸見えズボン下ろされるでグーグルしてみてください。笑いますよ。ファー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 、私はじゃない、僕は、そして明日城に呼ばれることになるはずだ。まあそんなことを考えながら寝るのも悪くない。そこで目が覚めた僕はインビテーションカードがあった。それは現代の王国アメリカ合衆国からインビテーションカードだった。おお、やった。でも最近フランス料理でお腹がいっぱいになってた僕は、甘いじゃない重いアメリカ料理なんて食べたくないと思っていた。だけどアメリカ料理は重いものだけじゃないと信じている。というわけで城に行きました。ホワイトハウス、いいですね、現代の城、ホワイトハウス。おお、あそこにいるのはマックドナルドじゃなくてまあまあドナルドラム大丈夫。ああどうもどうもどうも、こんにちは、ね、次の人誰ですか。はい、まあわからない、あなたですか、それともあのおじいちゃんですか。まあわからないですけどね。じゃあ何か食べましょうか。というわけでハンバーガー、やっぱりね、重い、でも美味しい、クリスピークリームドーナッツ、その隣にはダンキンドーナッツ、どっちを食べればいいんだ。どっちを食べるかで必ず敵と味方を作ってしまうこのドーナッツ戦争。そしてハンバーガーもマクドナルドとインナンアウトと両方ある、どうすればいいんだ。そしてシアトルにはディックスという、変な名前というか、まあ、インナンアウトかディックスかどっちがいいと言われると、ちょっと両方なんとなく嫌な名前に聞こえるから不思議だ。というわけで僕はマクドナルドを食べます。ビッグマックいいですね。うん、日本のビッグマックとほとんど変わらない。うん、でもなんかドリンク大きくないですか。アメリカのドリンクちょっと大きすぎないですか。ちょっと大きすぎますよ、本当に。苦しい苦しい、これ全部飲んだらおしっこ何回行けばいいの。トイレはどこですか。うわ、トイレ汚い、トイレ汚い国はやだ全部汚い街じゃないけど、日本のトイレは最高。日本のトイレはあー綺麗綺麗、いいね、暖かいね。うんうんうん。というわけで僕はアメリカに住むことはできない。なぜかというとドリンクが大きすぎるから。こんなドリンクの多い国には住めないです。へえへえへえ。まあそんなことはない。
僕はアメリカ大好きですよ。僕は子供の時からアメリカはね大好き、忍者タートルズ大好き、ね、忍者タートルズ以外は、何が好きかな何が好きかね、なんとなくねアメリカのダイナーに行ってみたい、ね、アメリカのダイナーに行ってパルプフィクションみたいなヤクザみたいな人を見たいですけど、そんな人いないですよね。アメリカのダイナーに行ってパンケーキを1枚だけ頼んだら怒られるって話本当ですか？パンケーキ1枚ください。いやうちはデフォルトで5枚ですよ。いや5枚はちょっと多くないですか？パンケーキ5枚か、意外と薄いんで食べられるかな。でも美味しいけど、この上に乗っているフライドチキン何なんですか？苦しいよ、もうやめてくれ。なんでフライドチキンと一緒にパンケーキ食べてんだよ。それワッフルだっけ？もうわけわかんないけど。